皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。流行り紙3続きやってまいりましょう。では一度解体されたかと思いきやの編纂室メンバーですが、このようにして集合しましたね。なんか水上くんだけがはまってというか、はめられて何かしらの殺人犯にされてるんですけど、ここからどういう風に挽回していくのかは気になるところですね。じゃあ続きやっていきましょう。インド警部とは違った意味で何を考えているのか把握しにくい羽黒さんだったが、どうやら僕が思っていた以上に頭が回るようだ。内心で舌を巻く僕には気づかず、子犬みたいな目をした羽黒さんは上目遣いに問いかけてきた。それで一体何が起こってるんですよ。何が起こってるんです。僕だけ仲間外れってのはなしですよ。そうだね。ここは捜査一課ではないし、周りにいるのは気心の知れた仲間たちだ。ここ数時間のきしむほどの緊張からようやく解放され、自分の身に何が起きたのか、コインロッカーの中に遺体を発見したところから僕は全てを語って聞かせた。では先輩はずっと捜査一課におられたのでありますか？そうですよ、僕と一緒に。自分は今先輩に聞いているのだ。なぜだか羽黒さんに噛みついておいてから、いぶかしげな顔で小暮さんは続ける。先輩の話を疑うわけではありませんが、自分が聞いていたのとは随分違いがあるようで。そういえば小暮さんはどうやって移動を伝えられたんですか？おっす、それでは不詳小暮総一郎、当時の記憶を。脳書きはいいからさっさと説明なさい。おっす。小暮さんが語ったところによると、編纂室が突然閉鎖されたあの日の朝、自宅アパート前に1台のパトカーが止まっていた。それは小暮さんのかつての職場である犬医所からやってきたパトカーで、乗っていたのは鳴海里乃と名乗った女性警察官であった。彼女は小暮さんに犬医所への移動を命じる辞令を手渡しし、犬医所で勤務してほしいと伝えたらしい。どんなに急を要する人事異動だったとしても、当日の朝に1階の女性警察官がやってきて辞令を手渡しし、このまま新しい職場に向かってほしいなどということはありえない。それでも小暮さんが彼女の指示に従ったのは、自分が巡査部長から警部補へ昇進することが決まって舞い上がっていたのが一つ。そしてもう一つの理由が僕だったそうだ。何でも犬医所の捜査一課課長が体調を崩して課長補佐を立てたらしいのですが、その課長補佐も折り足く夫婦喧嘩の末に奥さんが北陸の実家に帰ってしまったそうであります。それを連れ戻すのに手こずっていて仕事にならず、業務が滞るあまり、やむを得ず課長補佐代理というポジションを用意して、そこに先輩を配属させると言われまして。呆れた。どう考えても怪しい話じゃない。今にしてみればそう思うのですが、あの時は先輩と揃って出世して犬医所で仕事ができると舞い上がってしまいまして、そう言って小暮さんはせわしなく額の汗をシワだらけのハンカチで拭った。でもその頃僕は捜査一課に異動になってたんだから、犬医所には影も形もないですよね。それをおかしいとは思わなかったんですか？疑問に思ったのでありますが、なるみに水上課長補佐代理は激務に備えて有給の消化中ですと言われたので、すっかり信じ込んでしまいました。そういうことだったんですか。しかもついた部下の鳴海というのがまた口やかましくて、その相手で手一杯になっていたものですから、周囲を観察する余裕もなかったであります。捜査一課に異動になった直後、小暮さんが電話で、
課長補佐代理だの、たまの休みだのと言っていたのにはこんな理由があったのか。あの時聞き流していないでもっと深く追求していれば違った結果になったかもしれないが、今さらそれを言ってもせんない話だ。なるほど。じゃあ私もまんまとやられたってわけね。何がです、かごめ先輩。私も誰かにはめられたってことよ。警部補殿でもありますか。やり口は微妙に違うけどね。こっちも出勤前に科捜研から電話が入ったのよ。厄介な事件を抱え込んで人材不足でニッチもサッチもいかない。主任研究員待遇で迎え入れる準備はできていて、編纂室にも話はついている。ついては今日から科捜研へ直行してほしいってね。じゃあ鴨さんは編纂室が解体されたとは聞いてないってこと？それも大概怪しい話だと思うんですけどね。羽黒くんに言われるまでもなく分かってるわよ。でも引っかかったんですね。インド警部を主査として迎え入れるって聞いてつい引っかかっちゃったのよ。忌々しいのか苛立っているのか、鴨泉警部補は組んだ足の先でハイヒールを揺らしている。インド警部と一緒に移動というのはそんなに喜ぶべきことなのでありますか。小暮さんが恐る恐る聞いたのも無理はない。鴨泉警部補と印度警部といえば水と油、犬猿の仲、ハブ対マングースみたいな関係だ。単身科捜研へ移動するなら喜ぶ気持ちもわかるが、印度警部と一緒では爆弾を抱えていくようなものじゃないのか。あなたたちは知らないでしょうけど、印度警部は犯罪心理学の世界じゃちょっと知られた存在なのよ。本当ですか？信じがたい気持ちもわかるけど、残念ながら本当の話なの。インド警部が昔に書いた論文は、今でも犯罪心理学を学ぶ学生にとって欠かせない教材になっているって言うんだから、世の中ってわからないわよね。そうなん？すごいね。同姓同名の他人ってことは、あったらいいと思ったけど、残念ながらあの印度警部が書いたそうよ。だからそれなりの職場に行けば昔みたいに冴えた論文の一つも書いてくれるんじゃないかと思ってまんまと引っ掛けられたってわけ。知的やな。鴨泉警部補がそこまで印度警部に期待していたのは意外だが、なるほど、その事情を聞いてみれば納得できないでもない。そもそも鴨泉警部補が何を考えて編纂室へやってきたのかはわからないが、どう考えても科捜研にいる方が適材適所だとも言える。これでようやくオカルト話とも手が切れて、インド警部と犯罪心理について研究が進められると思って科捜研に戻ったっていうのに、待てど暮らせど警部は来ないし。じゃあ鴨さんはなんやかんやでインド警部と真面目にしようとしたかったよね。おまけに上司だとかいうモリアは酸素を消費するしか脳のない男だし、どうやら過去を思い出しているうちに怒りも再燃してきたらしい。だんだんと鴨泉警部補の目つきが堅能なものになっていく。そもそも私の専門はプロファイリングだっていうのに、ポリグラフ鑑定どころか筆跡の鑑定からコンピューター解析からゴミの分別からありとあらゆる仕事を押し付けて、これが人的損失でなくて何だっていうの。鴨泉警部補殿、まずは落ち着いて。この上なく落ち着いてるわよ。取りなそうとする小暮さんにまで噛みつく鴨泉警部補を見ながら、聞いたばかりの話をもう一度吟味してみる。小暮さんと鴨泉警部補の二人に共通して言えるのは、どちらも極めて好待遇でかつての職場に復帰していることだ。そして部下や上司と地位は違っても、どちらにも活動を制限する監視役のような人材があてがわれていたのも共通している。編纂室のメンバーをバラバラにするというならこの作戦は大成功だが、
わからないのはその理由だ。編纂室本来の存在意義を知る者などそう多くはなく、世間からは窓際部署と認識されている編纂室をそこまで目の敵にする理由。しかも未だに顔の見えない誰かは編纂室を解体しただけでは飽き足らず、ご丁寧にも僕を二重三重の罠におびき寄せて身動きを取れないようにもしている。一体誰が何のためにこんなことを。まず確実なのは編纂室を解体することでしょうね。何のためになりますか。そんなことは首謀者を見つけた時に聞き出せばいいことよ。それもそうでありますな。しかし編纂室をなくすのであればもうその目的は果たされたのでは。じゃあ相手の目的はそれだけじゃないってことでしょう。誰かが何らかの理由で編纂室を解体し無力化させた。だがその後もおかしな出来事が続いている。少なくとも僕の周囲ではだ。つまり、無力、僕は無力か？まあでもこれか。水上くんにそんだけのパワーがあるとも思えないけどね。僕を無力化なのか。僕を無力化させて貶めようとしている。もしもそうだと考えたらどうだろうか。編纂室では小暮さんや羽黒さんや鴨泉警部補、それに引導警部という仲間がいた。それが辞令を出されてからはバラバラにされた。羽黒さんとは一緒だったけど、捜査一課の誰一人、僕らの味方になってくれるような人はいなかった。そしてメディアの情報操作によって、マスコミは僕へと集中した。さらに監視役である夏目警部補に殺害を試みさせ、それでもダメなら指名手配してでも警察機構からつまみ出す。これで当初の目論みはようやく達成されることになるのだ。あなたはどれだけ偉い気でいるのよ。あなたみたいな無能を貶めても大した得になるわけないでしょう。確かに鴨泉警部補に比べれば大したことないと思いますけど。大したことない。笑わせないで。あなたと私とでは天と地以上の差があるわよ。そんなことないであります。先輩はとても偉い。やめて、もう恥ずかしいから。遠回しに貶めてる。僕を擁護してくれようとした小暮さんだが、鴨泉警部補に睨まれ萎縮してしまう。水上くんの思考能力が少ないのは知っていたけど、ここまでとはね。もう少しまともな意見を言えないの？すみません。いいわ。無能なあなたに代わって、私がちゃんとした考えというものを聞かせてあげるわ。あれ、選んだ選択肢間違えたんかな？さすが、才色兼備の鴨泉警部補ですね。羽黒さんの持ち上げに、当たり前よ、と返して、鴨泉警部補を話し始めた。やっぱ一番上やったかな、選択肢。水上くんが捜査一課に移動してから関わった事件は、あの連続殺人事件だけ？え、そうです。やっぱ一番上の選択肢が正解やったんかな。もしかしたらその事件が関係しているかもしれないわね。確かに猟奇的ではありますが、そんな裏がある事件とは思えないんです。それはどうかしらね。手元のカバンから小型のノートパソコンを取り出した鴨泉警部補がモニターへ視線を落としてそうつぶやいた。どうやらネットのニュース記事、僕が捜査していたあの事件を開いているらしい。あの、何か間違いでも、問題でも。水上くん、あなた自分の追ってる事件をどう見てる？どうって、連続殺人事件です。そんな分かりきったことはいいの？他には？一連の事件の被害者は4人。うち2人が事件を目撃したために犯人に殺害されたんじゃないかと。大見久志と森作かな子ね。その2人、冬代さんと戸越さんは殺した犯人に殺されたんじゃないわ。おそらくね。どうしてそう言えるんですか？
人が殺されたタイミングから考えて、死体を遺棄した犯人に殺されたと考えるのが最も自然だ。しかし鴨泉警部補はいつもの冷静さを取り戻した眼差しで僕を一別して言い放つ。簡単よ。遺体を切断して遺棄した犯人は非常に計画的にことを進めているにもかかわらず、目撃者二人の殺害方法があまりにもずさんすぎる。それに殺害方法も同一犯によるものとは考えにくいわ。つまり大見さんと森作さんは違う犯人に殺されたって言うんですか？捜査本部が一連の事件を単独犯と見ているのか、複数犯と見ているのかは知らないけど、プロファイラーとしては最低2人からの複数犯説を支持するわ。これって捜査一課ではまだ出てない意見ですね。確かに捜査一課では一連の事件が複数人によって引き起こされたものだとは考えられていなかった。だが単独の犯行だと思われていたものが2人ないしそれ以上によるものだったとして、そこにどんな意味が隠されているのだろう。複数いる犯人の一人が先輩と関わりのある人だったとか？その場合、犯人側からのアプローチはあっても、警察内部やマスコミまで巻き込んだ騒動にはならないんじゃないでしょうか。それもそうですね。全員が考え込んでいると、突然小暮さんがポンと手を叩いた。そうだ、自分が犬医者を出る直前にこんなものが届いたであります。そう言って差し出したのは大判の茶封筒だ。ずっと小脇に抱えていたせいか、すっかりヨレヨレになっている。表書きは犬医者の住所と小暮さんの名前だが、中に入っているクリアファイルにはこんなメモが挟まれていた。お迎えに上がれなくてすみません。代わりにツアーパンフレットをお送りします。良い旅を。道明寺。道明寺さんから？クリアファイルの中には書類が収められている。コピーにコピーを重ねたものなのだろう。ところどころ印字が滲んだり、潰れたりはしているが、かろうじて読み取ることはできた。何ですかそれ？カブラギさんが経営する児童養護施設に寄せられた寄付金の詳細です。どっから手に入れんのこんなん。設立以来、いつ、誰から、いくらの寄付金があったのかが細かく記された書類のコピーだった。連ねられた名前はどれも女性のものばかりだが、気になるのはそれだけじゃない。羽黒さん、ちょっと、この名前見覚えありませんか？あ、これって自主ゼミに参加してた人ですよね。話がわからないわ。要点だけ説明してくれる。カブラギさんという女性は学生時代、自主ゼミをやっていたんです。で、そこに参加していたメンバーが、カブラギさんの経営する児童養護施設に多額の寄付金を送ってるんですよ。リストの中には、織塚さんをはじめとして、冬代さんや戸越さんの名前もある。寄付金額はそれぞれ異なるが、ほぼ全員が毎月のように一定金額を寄付しているのが興味深い。時折男性の名前や匿名での寄付金もあったが、そのどれもが単発で継続的な支援ではないことが伺える。さらに他の書類には1年を通じての収入と支出が記されている。それによると光の家は自主ゼミのメンバーによる寄付と鏑木さんの講演料や印税のみで経営が成り立っていたことがわかる。自主ゼミとやらのメンバーは揃いも揃って随分出世したみたいね。リストの名前を素早くピックアップして検索した鴨泉警部補が眉間にシワを寄せてつぶやく。まるで特定の人物と、あ、特定の人材とズブズブに癒着してるみたい。と言いたいところだけど、ほとんど死んでるじゃないこのメンバー。そうなんです。当時の自主ゼミに参加しながら、現在生存しているのは鏑木さんだけなんですよ。こうなった以上、光の家も経営方針の転換や新しい収入源を探さなければいけないだろう。
しかしその懐事情が今回の一件とどう関係してくるんだ。あの道明寺さんがわざわざ僕に託した以上、ここには何かの手がかりが隠されているはずだ。少なくとも光の家と自主ゼミの間に深い関わりがあるなんてレベルの話だとは思えない。では考え方を変えてみてはどうだろう。寄付金はいずれも少なからず、額面が毎月定期的に振り込まれている。それを行為の表れと考えることもできるが、例えば鏑木さんが自主ゼミの中で強大な権力を握っていたとしたら、多少強引な手を使って寄付金を取り立てることができるかもしれない。あるいは当時のゼミに関する収分を彼女が握っていれば、それを種に寄付金を引き出すこともできるだろう。しかしどちらにしても、他のメンバーがことごとく死に絶えている以上、この路線を追求することに意義があるとは思えない。そうやね、鏑木さんからしたら収入源がなくなっていってるってことになるもんね。まだ何か僕らの気づいていないポイントが光の家にあるのかも。あの施設は何かと問題の多いところでありますから。何気ない僕の独り言にのほほんと答えた小暮さんは答える。ん？のほほんと答えた小暮さんは答える。なんじゃここ。そうか、問題が。小暮さん、光の家を知ってるんですか？一応は近隣の児童養護施設に顔を出しているのでありますと、以前に電話でお話ししたような気がするのですが。あ、そうだ。何気ない雑談の中で出てきたことだったからすっかり忘れていたが、確かに児童養護施設へ行くと小暮さんは言っていた。小暮さんはどうして光の家へ？何か事件でも起きていたんですか？いえ、実はあの施設にはかねてから虐待の噂がありまして。虐待ですか？温厚そうな鏑木さんと虐待という生々しい言葉の響きはどうにもつながらない。オス、あの施設はスポーツに秀でた子供を多く輩出することで全国的にも有名なのであります。新聞やテレビでも何度か扱われていて、美談めいた話に仕立て上げられているのですが、実際には虐待ギリギリのスパルタ教育が行われているようでありまして、その実態を確かめるために顔を出していたんですね。はあ、ですがあまり芳しい結果は出せなかったのであります。近所の住人からは、夜中まで特訓をさせているだの、子供が泣いても特訓をやめないだのと証言が上がっていたのでありますが、それだけ具体的な証言があるのに何もできなかったっていうの。いくら周りから声が上がっても、当の子供たちに何もないと言われては手も足も出せません。それに未成年ならまだしも、光の家の子供たちは全員二十歳以上でありますから、児童虐待防止法の適用も難しいのであります。ちょっと待って、児童養護施設って普通は未成年の児童を養護するための施設でしょう。何やら事情があるようで、子供は全員二十歳以上であります。詳しいことは自分にもわからないのでありますが、なんだかそこを聞くだけでもうさんくさい集団ね。それは否定できないであります。我がことのようにしょんぼりと小暮さんは肩を落とす。大学に解散させられた自主ゼミに不自然な児童養護施設と、そこにまつわる虐待の噂、ピースは揃ってきたようですが、まだ実態が見えてきませんね。ピースならもう一つあるわよ。すっかり冷めたコーヒーに口をつけ、鴨泉警部補が言った。このリストにも名前の載っている戸越さつき、私が科捜研で追っている事件の容疑者よ。まさか本当ですか？こんな面白くもない冗談を言う趣味はないわ。それもそうだ。というか、鴨泉警部補が冗談を言うとは思えない。ならばこれは、できすぎた偶然ということか、それとも仕組まれた必然なのか、それとも仕組まれた必然なのかもしれない。もっともこっちは1年以上前の古い事件だけどね。ある製薬会社の社内で、
医薬品の横流し事件があって、その容疑者として戸越を調べていたの。医療品って頭痛薬とかですか？なんで頭痛薬が出てきた？羽黒くん、発言はよく考えてからになさい。考えついたことを端から口に出してるとバカだと思われるわよ。実際賢くないですから。持ち出されたのは脳下垂体の活性化を促す医薬品。なんじゃ脳下垂体って。それを戸越さんが違法に横流ししたんですか？まだ確定じゃないけどね。何しろ事件があったのは私が科捜研を離れた直後のことだから。素朴な疑問なんですけど、どうしてそんな昔の事件を今さらカゴメ先輩が扱ってるんです？ずっと未解決のまま放置されてたからよ。この私が科捜研に戻った以上、未解決事件を見逃すわけにはいかないわ。もっとも戸越が死んでしまったせいで、何のために医薬品を持ち出してそれをどこで使ったのか解明するのが難しくなってしまったけど、正確には著しく難のある鴨泉警部補だが、職務にかける意欲だけは人並み以上にあるようだ。あとはこれで思いやりが人並みに、いや、あと少しだけでもあれば言うことはないのだが、天は二物を与えなかったのだろう。とは言うもののさ、完全に事件の容疑者となってしまった水上くんを、ねえ、逃がすために、この人を一芝居売ってるわけやから、思いやりがないとはもう言えないよね。でもそれより問題なのは、私や小暮くんの扱っている事件が、すべて水上くんの事件と繋がっていたことよ。単なる猟奇殺人だとばかり思っていたんですが、どうやら僕が思っていたよりも闇は深かったってことですね。羽黒さんも小暮さんも鴨泉警部補も、そして僕もそれぞれ手にしていたのは事件の本体なんかではなかった。それはいわば雲の糸の一端。手繰り寄せた先には糸を吐いた雲が待ち受けているのだろうけど、巧妙に組み上げられた巣は難解な迷路になっていて、簡単には主である雲の姿を見せてはくれない。一歩前進したのはいいけど、これからどうすればいいのか。そうだ、今のうちにこれ先輩に渡しておきますね。そう言って羽黒さんがバッグの中から何通かの郵便物を取り出した。一応様子見も兼ねて先輩のマンションに行ってみたんです。その時にポストから回収しておきます。開けんなよ人んちのポスト。大丈夫やった？そのなんかくるくるくるって回すダイヤル式の錠かかってるやつじゃないの？あ、やっぱ言ってる。うちのポスト鍵付きのはずだけど。かなりいい加減に突っ込んであったから引っ張ったら抜けちゃいましたよ。不用心だから管理人さんに言った方がいいんじゃありませんか？そうだね。いくらはみ出していても人の郵便物を引っこ抜いて帰る人がそうそういるとは思えないが、しかし好意でしてくれたことに文句を言うのもはばかられて、僕は渡された郵便物をざっとチェックする。ほとんどはダイレクトメールで、あとは携帯電話の請求書が一通。残ったのはなんだこれ、やたらファンシーな柄の封筒だ。裏返してみるとゆうかさんの名前が書かれている。手応えのある封筒を持ちながら封を切ってみると、中から走り書きのようなメモと数枚の写真が出てきた。大スクープに協力感謝、ちょっとだけ見せてあげる、サービスよって。すごいですよ先輩、ほらこれ。キラキラと目を輝かせた羽黒さんが指さしたのは、大見さんが亡くなった事件現場を撮った写真だった。黙々と吹き上がる黒煙と僕らの背中、貴重な一瞬を収めた写真に違いはないが、それほどすごいものとも思えない。ほら、この看板の影。え？現場写真に写り込んだ近所の家の窓。そこに黒々と浮かんでいるのは、まるで赤ん坊のような影だった。しかもこの写真だけじゃないんです。ほら、こっちも。角度を変えた現場写真でも、
片隅に映った反射鏡の中に同じような影が浮かんでいる。それだけじゃない、折塚さんの遺体が見つかったロッカールームを写した写真にもロッカーの影や割れたガラス窓の隅に赤ん坊の影が映り込んでいる。これって本物の心霊写真ですよね。小暮先輩も見てくださいよ。断る。ドタバタ揉み合っている二人をよそに、鴨泉警部補が一枚一枚を睨みつけるように吟味している。見て、水上くん、まさか鴨泉警部補まで心霊写真とか言い出すんじゃ。そんなこと言うぐらいなら舌を噛み切って死んだ方がマシよ。そうじゃなくてこれを見て。羽黒さんが心霊写真だと騒ぎ立てる写真を並べて、細い指で野じ馬の一人を示した。この写真、バッグをかけた野じ馬が見えるでしょう。この短髪の？ええ。で、同じような格好をした男がこっちにも映ってるわ。本当だ。大見さんを殺害した爆発事件に、爆発現場に居合わせた野じ馬が、折塚さんの殺害現場にも現れている。同一人物と言い切るには心もとないが、かなりの確率で同じ人物と言えそうだ。惜しいわね。せめて顔がもう少しでも映っていればよかったんだけど。でもこれ貴重な証拠ですよ。何しろ撮ったのが鑑識じゃなくてあの優香さんですから。捜査本部でも掴んでいない証拠かもしれないわね。彼女の写真が役に立つなんて、今年は冬に赤い雪でも降りそうだわ。異常気象が起きるかどうかはともかく、これは僕らに有利なカードになりそうだ。しかし心霊写真と怪しい野じ馬を一度に撮るなんて、優香さん実は案外ジャーナリストとしての才能があるんじゃ。いけません先輩、心霊写真なんて実在しないのでありますからして。いやいや、わかりませんよ小暮先輩、実はこんな話があるんです。羽黒さん、完全に小暮さんで遊んでいるみたいだ。最初にロッカーで発見された被害者の冬代さんですけど、彼女は自分が殺されて押し込まれることになったロッカーをたびたび訪ねていたそうなんですよ。訪ねていたんだそうですよ。それがどうした？自分だってロッカーに荷物を預けることぐらいあるぞ。そうじゃないんですよ。何でも冬代さんはそのロッカーを訪れてはたびたび気功に及んでいたらしいんです。ロッカーに向かって子供でもあやすみたいに話しかけてみたり、土砂降りの中で何時間も泣きじゃくってたり。なかなか不気味な光景だな。でしょ？しかもお花を備えて手を合わせてたと思ったら突然怒鳴り始めたとかいう証言もあるんですよ。これはもうたたりに間違いないですよ。話の前後が全然繋がっておらんぞ。そんなことありません。だってほらあるじゃないですか、コインロッカーに捨てた子供に殺されちゃうって都市伝説。しかもあの近辺じゃその噂がそっくりそのままルフしてたんですよ。危機として語る羽黒さんに鴨泉警部補がため息をついて突っ込む。バカらしい。どうせその都市伝説に似た光景を目にした非科学的な子供たちが自分の知っている噂話と結びつけて広めたんでしょ。そうなんですかね。確かにあの辺りの子供の間じゃ冬代さんって結構知られた存在らしいんですけどね。もっとも怪人デカおじさんほどの知名度じゃないと思いますけど。それ小暮さんのことやで。貴様どこからその話を。結構有名ですよ、その手の業界じゃ。それ小暮さんのことです。子供に聞き込みを行う小暮さんのことです、それ。じゃあちょっと怪人デカおじさんが出てきたあたりで、時間もいいところなので今日はここまでにしましょうかね。ではありがとうございました。